この数式に代入して計算すると、なるほど。あら、トレーナーさん。そうなんです、明日の小テストに備えて少しばかり復習を。けれど難解なところがあって、思った以上に長引いてしまいました。いえ、そこまでしていただかなくても大丈夫です。目白家の馬娘たるもの、学業との両立くらいできて当然ですわ。ですから明日のトレーニングは普段通りということで、よろしくお願いいたしますわね。心配をおかけしてしまったようですね。これ以上ご迷惑をおかけするのは本意ではありませんので、今日は終わりにいたしましょうか。お心遣い感謝いたしますわ、トレーナーさん。な、それに関しては訂正させていただきますわ。きちんと睡眠はとっていますし、先ほども決してうたた寝なんてしておりません。これだけは本当に本当なんですからね。